オブージュは、フランス、オードフランス地域圏、ノール圏のコミューン。製鉄業を中心とした工業都市。県南東部、エノーのコンテに位置する。バランシェンヌの南東、シャルルロは、リエージュの北東にある。サンブル川が流れる。ベルギー国境は、町の北約7キロメートル地点である。ボリナージュ丹田に近接する。最寄りの大都市は、 ベルギーのモンスである。パリより北北東に 231km。他にシバス、サンブルガー運河がある。モブルジュ上最と最初に地名が登場するのは256年頃、フランク族がサンブルガとムーズ川の谷へ侵入した時である。彼らはボデンと呼ばれる場所にマハルという毎年行われる陪審裁判所を維持し、最終的には マルボーダンという名の集会に機能を渡した。モビュージュの名は中世の古称、マルボディアムから来ている。これは661年頃に、モビュージュに修道院を建てた聖アルド・ゴンドに由来する。エノのハ白、ブルゴーニュ公、ハプスブルク家の支配に置かれた後、モビュージュがフランス王国に併合されたのは1678年の内名編の和訳によってであった。 1679年、ルイ14世は、ボーバンに命じて、城塞を作らせた。この事業のため、周辺地域やイタリアから労働者8000人が集められ、8年で城壁と往来可能な2つの門が完成した。17世紀のモブージュは、穏やかな時代を過ごすが、フランス革命戦争とナポレオン戦争で、その平穏は破られた。1793年、 フリードリヒヨジアスフォン、ザクセンコーブルクイコールザールフェルトが指揮する、オーストリア軍。1813年に、ナポレオン軍が、ライプツヒで敗退すると、大同盟軍がフランスへ侵攻、ザクセンバイマルコー軍の攻撃を受けた、モブージュ城塞は1814年に包囲戦に、勝利している。100日天下の際、ナポレオン軍は、モブージュ近郊で、ワーテルローの戦いに備えて、 陣を張っていた。ワーテルロー後モブージュは、プロイセン軍に占領され、以降3年間プロイセン軍と、ロシア軍が駐留した。産業革命が始まると、シャルルロワで採れる石炭を運ぶサンブル川運河沿いは、発展する。1837年以降、航路や、圧縁機が川の近くに設置された。1853年、パリシャル,ルロワ間の鉄道路線が開通。 ドレーヌとバランシエンヌで取れる鉄鉱石によって間違いなくサンブルガー流域の経済が強化された。第一次世界大戦の1914年にはドイツの占領も受けた。1940年5月侵攻してきたドイツ軍は焼夷弾でモブージュの旧市街を焼いた。モブージュ市街の90%が失われた。参照元、1968年以降陰性。 ありがとうございます。